基本そういうことですね。なかなかタイミング今日ダメだな。でも生姜焼きだよね。もう希望は生姜焼きになっちゃった。お前に来てもらえて。来た、もう来た。来たよ、来たよ、来たよ。マヨネーズ、これですよ。すごいサイズ感だよ。これですよ。このサイズ感。これはもうね、がっつりね。がっつり、がっつり。こっちにもね、こっちにも。もうね、今日はこの後運動するということで、大量に。あ、よかった。正解。正解。ちなみに、10年以上ぐらい前に、ゴミさんと乗ってました。ゴミさんと。超乗ってました。なんかとまたアジフライとかそう、はい、めっちゃ食ってました。飲みながら？いや飲んでなかったです。普通のできてたんです、うん、ちょうどプロサーファー目指してるんです。もみたかのりも、ここで食べたというメラちゃんのカネオ食堂さんに、はい、来ております。なんていうメニュー？こちらはですね、はい、まあ、サーファー御用達と言っても過言ではないでしょう、はい、肉ニンニク。肉ニンニク、はい、どういうことなんですか？肉ニンニクが入ってるんですか？簡単に言いますと、はい、生姜焼き用にニンニクに変えちゃったやつです。生姜焼きを何？生姜焼きの生姜をニンニクです。マジですか？ニンニク焼きみたいな感じです。なるほど。もう、うまいっすね。うまいっすか、はい、あの、ゴミ高のりも食べたというやつ。ゴミさん食ったかな？違う。なんか忘れちゃったっすけど、とりあえずアジフライ食ってました。アジフライ食ってない。ゴミ高のりは、はい、アジフライ食って、なんかの定食と追加でアジフライ食べてます。なるほど、はい、結構ボリュームあるもんね、これ。ボリュームあります。どうする？フライドビーフ。それいくつぐらい？それ19歳です。あ、19歳で初めて格闘技っていうものを知ってしまったから、はい、そうです。フライドブシードのチケットをいただいてじゃあまあダミニー見ようと思って、その時メインだったゴミさんなのか、名前何も知らないですね。で、見に行って、でバーンとこう、開くじゃないですか、ね、アリーナの、うん、それも大人同士が殴り合ってるじゃないですか。しかも鍛えてる者同士があんなバチバチ殴り合ってて、うわすげえと思ったんですよ。喧嘩とかそんな見れないじゃないですか。でもその喧嘩じゃなくて本当に鍛えた者同士が殴り合ってる迫力っていうのはすごい感動。これで、その後、まあ、マッハさんマッハさんっていう、桜井マッハっていう名前は聞いたことあるなと思って、うん、で、まあ、判定だったんですよ。あ、でも同じ試合で出てたの？出てたんですよ。フライド武士道に。はい、うん、で、って感じで、で、次ミノーマンさん、ミノーマンが出てきたんですよ。で、ミノーマンがちょうどステージ降りてくるときにすごいかっこよくなんかこんなポーズしてうわーって降りてくるんですけど、うん、そこで踏み外して、嘘だったんですよ。で、なんだこいつ、結構行っちゃってるなと思って。嘘。で、ものすごい殴り合いをして、盛り上げて、うん、まあ、KO で負けたんですよ、うん、うわ、ミノワマンって名前も覚えてたんですよ。覚えてミノワマン結構やばいじゃん、タフだなと思って、うん、それで、まあ、メインのゴミ高なりこう、最初煽りが出てきて、うん、顔が優しいなと思って、なんか結構、ゴミさんって人、なんか弱そうだなと思って で相手はブラジリアンで、バンデレシーバーって名前聞いたことあって、バンデレシーバーの弟子だっていうから、まあサーフィンもそうだけど外人にこの人を狙われちゃうんだろうなと思って、ボケーと見てたんですよ。そしたらもうやっぱり最初もうボッコボコになられてて、まあやっぱ負けちゃうんだ。誰だろうな、相手はルイサーゼレードっていうやつで、バックバックじゃないと悲鳴ですよね、もう観客が。ああ、みたいな。あ、負けちゃう、この人とかって思って、あ、サーフィンもそうだし、まあ、外人には勝てねえのかと思ってたら、いきなり、もう、相手が倒れたんですよ。ああ、で失神して、本当に、もうやばかったんですよ。もう気がついて倒れてたんですよ。ボコボコ殴られてたんですよ。それで、カナカナってなってんのに、ゴミさんが、そんな
もう殴っちゃって、でレフェリーを止めてんのに、止められながらも蹴りとか出してる。やべえ、この人、クソかっけえと思って、それを見て、もう、ごめん、高野の信者になりました。なるほど、その時からですね。で、信者が多分、同じチームです。どこも同じチームのやつ。コーリー・グラントですね。はい、そう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 。でも、それの、もう、素晴らしい系を見せていただいて、ね、はい、で僕がこうルーツのカードをわーってとります。もう煽りとか疲れてるんですよ。その後に。そう、ただそのルーツのカードが逆さまだったから。ルーツってそ逆さになってる。そこ見ろよみたいな。超ルーツなんだけどひっくり返ってる。そう。逆さまだ。ルーツが逆になっちゃう。でそこからジュニアさん。優しく締めたそう、そう、多分それ、それが これがきっかけじゃないと思う。ゴミさんからゴミ信者になってからこうすごいね、やっぱりゴミ高のりやっぱりすごいね。いやもうこの人本当にヤバいやつ行っちゃってんな、行っちゃってんな。その前のミノワマンも行っちゃってんなと思って、行っちゃってんな。いやでもやっぱすごい人たちですよ。ただ昔にゴミさんの前でミノワマンの話をしたら、俺の前で他の格闘家の話すんじゃねえ。はいっつって。俺は使いたい。でもその強烈なファンからこうプライベートで会うところまで行ったっていうのはすごいですよね。そうですね。なんかやっぱなんかね感じるものがあるんで、やっぱちょっとこいつもすごいからスペシャリストだからある意味さ、でこの業界でもやっぱりトップどころだしさ、なんかこう感じるところがあったんじゃない。なんかあのあるんですよ、ね、ハワイのプロサーファーの友達、コミさんと共通の友達がいて、コミさんがそのハワイに遊んでた時に、そのプロサーファーになんか昔の秀吉が昔の俺に似てるみたいなこと言ったらしい。まあそれ言われたんです、ハワイの。僕も結構あの人と喋んなかったし、そうなんかちょっとそうね、自分の世界持ってる人だから、まあゴミも思いっきりそうだけど、うん、そういうちょっとねそういう雰囲気がね共通してる部分あるね。今はないですよ。今もやっぱちょっとあれだけど、あれだけどっていうのはあれだけど、いやなんかちょっと感じるものあるよね、うん、だから2人が一緒にいるっていうのも、ああなるほどって思う。最初だった時からそういうの感じたんですか、うん、そのルーツに来てるっていうか、うん、なんか、うん、なんかこうもなれるし、まあ、いわゆるこう普通の感じじゃないよね。まあよく言われると思うけどさ、うん、よく変わってるって言われるでしょ、うん、まあ、そのいい意味でね、うん、例えば、ゴミさんウェイトのジムも一緒だったんですよ、うん、まだ知らない時に、うん、僕はゴミさんだと思って、俺まさかゴミタカ、はい、ゴミタカのリトは持ってなかったから、ちょうどマットカプセルとゴミタカの T シャツ着てて、いや恥ずかしいと思ってもう肩上げてお腹出ちゃって、はい、もう隠して、でももうその後ルーツ夏祭りで、うん、初めて紹介してもらって、うん、話した時に、うん、ジムで、すげえ昔の俺の T シャツ着てくれる人いるってマネージャーと話してたのバレた。バレてたでもゴミさんがシャワー、これ気持ち悪い話なんですけど、ゴミさんがシャワー浴びてる間にゴミさんの服が持ってて、触ってみた、はい、よしみたいな、そういうシーンじゃないですか。まあね、まあまあ、あ、もうみんなサンダルに変えてる。なんだ、え、なんだこれ、シュープロプロテイン、ナチュラルプロテイン、はい、俺が作ったやつよ、それ。あれ、まあ、あげなかったっけ、前。まだいただいてないです、いただいて。それで、ちょっと、はい、試合を頑張っちゃってください。 ありがとうございます。シュートプロテインいただきました。これ飲んで僕も大会頑張ります。お願いします。だって僕は昔シュートのリストバンド買ってつけてましたそのぐらいの信者です。信者ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれで頑張ってください。ありがとうございます。アベマで応援してます。お願いします。じゃあちゃんとこれも頑張ってください。ありがとうございます。これもちゃんとルーツなんですけどロゴ消えちゃいました。お、こんな色あるんだ。昔作ったルーツゲさん、初めて見た。スケベイス、あ、こっちこっちこっち、ほんとだ、スケベイスバージョン、はいこれだいぶ負けしたね。やっぱ金ね、大会の時は金と決めてる。ゴールドで、ゴールド、はい、じゃあゴールドメダルお待ちします。ありがとうございます。では、お疲れ様です。おはようございます。戻されちゃってるよね。
降りていかないね。ちょっとオフ気味だから。風が強いっすね、やっぱり。あそこ、なんとか、いや、厳しいな。さあ、ちょっと微妙になってきましたよ。昨日も入ってないし今日ワクワクしてるんだね、今日もう。でも遠足行く前みたいな。あ、でもなんかやばいな、まあ、ちょっとだけでも。ありがとうございます。小笠原仁、焦りすぎて、粒子をつなげるコードを忘れてしまいました。拾ったもので、あ、それもいけるかもね、それほぐしたら。はい。慌てん坊の仁さん。これおじきに怒られるね。怒られるやつ。あ、でもほら、あ、ダメだ、抜けそう。あ、抜ける抜ける抜ける代用品を見つけるのが先か。 あ、これ、ね、ちょっとちょっとちょ、これ、あ、これいいじゃん、これいいんじゃない。抜けそうっすよ。朝一起きてきたんだけど、まず渋滞にはまり、着いた頃には状況が良くなくなって、で、秀吉と飯を食いながら話してたら面白くて時間が経ってしまい、まあ今日はいいかなと、もう秀吉の面白い話が聞けたからいいかなと。でも、おばちゃんがどうしても乗りたいと言うんで、ちょっと水浴びがてらね。そうですね、ちょっとだけでも入っていかないと。あんまりポジション良くないんだけども、せっかく千葉来たから、風をかわす唯一のこのポイントでちょっくらだけ浸かろうと思います。When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go, no, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. なんかさ、いろいろこの間もさ、小笠原で引っ張ってもらって、
小樽の海で1125でやったんだけど、意外にいかなくて、でハイアスペクトよりもロアスペクトの1400とか1850でやってたけど余裕だったから、だからある程度スピードがつかないとダメなんだと思って、それを試します。はい、また後で YouTube をこれでいいです。じゃあ、すみません、ありがとうございます。楽しみ。いやーさすがだな。でも誰がやってるって出しちゃいけないの。ここで